五奉行は、秋国の戦国大名毛利氏の行政制度の一つである。1550年、家中の混乱を一掃した毛利元成は、着難の毛利隆元の下に、秋国全体を統括する新たな行政制度を作り、上位形型の組織を設けた。これが毛利氏の五奉行制度の始まりである。初代の奉行人には、毛利隆元の側近であった赤川元康。 阿ワヤ元地下、国史元章の三人が選ばれた。それに加えて、毛利氏の実権を握っていた、毛利元成との意向を伝達するための連絡役と、その意向を武行制度に反映させるべく、元成の側近であった、桂ツ元忠、小玉成忠が選ばれた。武行筆頭には、赤川元康が任じられた。筆頭が老以下、五人の武行人によって運営された。毛利隆元の死後、 元成の子である、吉川元春、小早川隆景、重臣である、福原貞田口場通り両が参画し、実質的な五分業制度は終わりを迎えた。その後、豊臣政権の下で、吉川、小早川両家の自主性が強まる一方で、寺本が権力の強化に着手すると、四家による合議制も終わりを迎え、天正末期には、保田元清、福原博都 渡辺町、安国自衛系からなる、年寄りと、内藤昌栄、助よ、玄嘩、二宮治達、林治町からなる、武行がてるもとを補佐する体制が取られていたことが、知られている。津道明、安国自衛系の巨像と、実像、初集、津長祖壁氏の研究 ISBN978 から4から642029070。ありがとうございます。